ジョディ。いや、ライアンだ。ライアン。あのさ、メールは読んでくれたかな？それってどのメール？3日前に送ったやつだよ。いや、最近 PC の調子が悪くて、メールの内容は？ディナーだ。今夜、おしゃれなレストランで。とにかく、もう遅いし、また今度かな。やだ。ごめんなさい、私。ねえ、それじゃ、うちでディナーしようよ。新しい部屋を見たいって前に言ってたじゃない？ああ、でも。8時頃でいい？オッケー。美味しいワインを持っていくよ。それじゃ。だから PC を吹き飛ばしたの。ライアに会わせたくないから。ねえ、あんたには関係ない。エイデン、私の勝手でしょ。もういい。最低。何度言わせるつもり。私はあんたのものじゃない。私が誰と付き合おうと、それは私の勝手でしょ。ほっといてよ。ちょっとあんた聞いてる？私の勝手。分かった。いい。正直ライアンは好きよ。魅力的で、それに頭もいいし、面白いし。だから本気で好きになりそうなの。オッケー。7時間で料理して、片付けて、服着替えなきゃ。本は…よし、OK。よし、ゴミ箱はキッチン。洗濯物は洗面所のバスケット。よし、OK。もうエイデン、イライラさせないでよ。なんとか1時間で作れるものを探さなきゃ。冷蔵庫にあるもので。チンジャオロース、これ美味しそう。しかも簡単そうだし。チキンカレーと野菜グリルか。オーブンが時間かかりそうだけど、でも作れそう。宅配ピザ。まあ豪勢じゃないけど、準備はいらないし、簡単だし、それもありか。よし、チンジャオロース、エキゾチックな感じだし。私が失敗しなければだけど。
ありがとう、エイデン。ここまではオッケー。中華鍋。生姜、これ媚薬効果があるんだっけ。レシピには載ってないけど。いいよね、やれることは全部やらないと。香り付けにお酒を少し。料理って結構楽しいかも。ライアン絶対気に入る。やば、もう来たの？今行く。ねえ、時間の無駄だよ、エイデン。絶対にライアンに会うんだから。ああ、本当笑えないエイデン。素敵、すごくロマンチック。
やめて、エイデン。どうしてわからないの？何着ようかな。ねえ、ライアン、どう？あ、気に入った？クラシック？エレガント？言葉にできない？はあ、これじゃ誤解されちゃうか。もう。ねえ、ライアン。待ってたのよ。どうしよう。どう、ライアン。今日はちょっとラフにヴィンテージ選んでみたんだけど、ほら、クールでしょ？どう？うん。ラフすぎかな。よし、上品に決めて、で、どんな状況にも溶け込めるってとこ見せないと。いい加減諦めたら、エイデン。オッケー。今日はライアンとディナー。わかった。落ち着いて。オッケー、落ち着いて。焦る必要ない。うまくいくって。エイデン、お行儀よくね。私は真剣なんだから、お願い。どうも。あ、2001年のシャトー・マルゴー。いい年だって店員が言ってて。どうもありがとう。いや。座って、あれ持ってくる。ほら、ワインオープナー。いい部屋だね。え、そう、ありがとう。エイデン、言うこと聞いて。
開けようか。うん、私が。ありがとう。新生活に。新生活に。いつ引っ越したの？2週間前、局が見つけてくれたの。家具も最初からついてて。育ったの？いや、生まれはオレゴンだ。今も両親と弟がいる。俺は16の時に家を出た。 16？ そう。それってもしかして追い出されたの？いや、いろいろとごたごたしてて。義父は飲みすぎると暴力を振るう人でね。だから殺し合いになる前に家を出たんだよ。どうして CIA に入ったの？大学を卒業後、何の目標もなくってさ。兵隊もやった。いろいろやったよ。旅も冒険も。どれも自分には向いてないと思った。でも CIA に誘われた時はこれだって思えたんだ。料理見てこなきゃ。ほら、私料理ってかなり初心者だし。手伝う？ううん、でももっとワインがあったら嬉しいかも。そうか。ああ、チンジャオロース。中国に行ってる時大好きになった。でもあまり期待しないでね。ちゃんと料理をしたのは人生で2回目とかだし、1回目は話したくないくらい。うん、美味しいよ。そう、気に入ってくれてよかった。一緒に働くようになって2年経つけど、君は謎だらけだ。謎か。そんなに話すことがないから。 DPA の施設で両親と暮らしてて、それでその後は姉さんとね。あとはよく知ってるでしょ。ご両親とはたまに会うの？うん、会うことない。怖がってたし、私が他の子と違うから。だから私が親って呼べるのは姉さんとコールだけ。エイデンのことも教えてくれた。自分に向き合って受け入れることも。大変なこともあるけど、でも進歩してる。姉さんは君とエイデンのリンクについて説明してくれた？うん、あんまり。インフラワールドのことはいろいろ解明してたけど、エイデンのことはあんまり。エイデンも分かっていないの。自分が誰なのか、一体何なのか。今もここにいるの？会話を聞いてる？うん、いつもそばにいる。ね、自分はどうなの？こっちに家族は？いや、両親はまだオレゴンにいる。あまり会わないようにしてるんだ。うん。あなたは結婚はしてるの？それとも？いや、ただしてたことはある。
前の妻とは別れてそろそろ2年になる。なんかうまくいかなくて結局ダメになった。いい思い出もあるけど別の道を歩むことにしたんだ。君は気になる人は？私にはエイデンがいるから。こっちの世界には？いつもエイデンが人を寄せつけないから。それとも私自身がかな。きっと私は好かれるには変わりすぎてるの。君は特別だ。エイデンとは関係なくね。エイデン。ありがとう。